奥州市にある3つのスキー場は今月20日に揃ってスキー場開きします。3つのスキー場または下東高原スキー場のシーズン券を購入すると双方のリフト1日券が割引になる特典がありますよ。姫海スキー場では毎週日曜日スキー子どもの日として小学生以下のお子様リフト無料となっております。料金がとにかく安い。ファミリーやグループなどお得なプランも盛りだくさん。滑る、飛ぶ、決める、キッカーやボックス、レールなどお楽しみ満載のスノーパーク、女性でも安心のアクセス、国道397号線沿いほぼ一直線、みんなで楽しい、みんなが嬉しい姫海スキー場にぜひいらしてください。海地スキー場はパウダースノーで風なしのゲレンデとなっております。コースは初心者から上級者まで楽しめます。ファミリーゲレンデでは小さなお子様のそり遊びもできます。土日はもちろん平日もシニア、レディースを対象にスキースクールを開講いたしております。今年の冬はアットホームな小市スキー場でウィンタースポーツを楽しんでください。国見平スキー場はゲレンデの改修によりバージョンアップしました。特徴はこちらを利用している、スキースクールのインストラクターだったりボードで遊んでくる、ボーダーだったりな、自分たちでこういろんなアイテムとかですね、ジャンプ台とかそういうのを工夫をしてですね作っていただいております。ブナの林の中をちょっと切り開いてですね新雪を楽しめるコースっていうことになります。